1月21日午前の取引が終了しました。日経平均株価は下落しています。今日の前引けは72円60銭安の 32,417 円92銭となりました。一方トピックス東証株価指数は 5.85 ポイント高、 JPX 日経400も 55.72 ポイント高とそれぞれ小幅に上昇、日経平均株価下落、トピックス上昇とまちまちの展開です。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 49%、 895銘柄、これに対して値下がりが 46% の840銘柄、変わらずが 5% の100銘柄という前引けの構成。値上がり値下がりともに 50% に届いておりませんが、値上がりの方が値下がりよりもやや多いという前引けです。トピックス規模別株価指数まちまち、大型中型が小幅に上昇、小型が小幅に下落、大型中型しっかり、小型軟調という今日のここまでの動き。商いは高水準と言っていいですね。前引け段階東証プライム売買高6億2000万株余り、売買代金が1兆6933億円、1日として活況の目安とされます3兆円の半分、前引け段階での1兆5000億は上回ったということで1兆7000億円近い売買代金をこなしています。このペースで5番も推移すれば1日として3兆円台半ばという水準ですから、商いは多いと。昨日は久しぶりに1日の売買代金が3兆円を割り込んだという状況でありましたが、今日はそこから見ますとやや盛り返しているというここまでのボリュームです。今日は朝方売り注文先行して始まり、日経平均株価寄り付きから間もない段階で下げ幅が400円以上に広がる場面も見られました。昨日アメリカにおきましてハイテク株が売られ、半導体関連あるいはハイテクなどが下落したという流れを受けまして、東京市場でもネガサハイテク株などに売り注文が先行しました。その影響を受けやすい日経平均の下げ幅が広がったという面があります。もっともその売りが一巡した後は徐々に押し目買い買い戻しなども入り、為替相場がじわり円安ドル高方向に触れたことなども追い風となりまして、株価指数先物に買い注文が流入、日経平均株価じわじわ下げ幅を縮小する展開となりました。もっともプラスまでには至っておりませんで、小幅に下落したという今日前場。もっともトピックス東証株価指数などは小幅に上昇しておりますので、あるいは値上がりと値下がりの構成でも先ほどご紹介したように値上がりの方が多いという構成を見ますと、地合いとしてはだいぶ堅調だという見方もできる今日の前場の動きでもあります。そういった中で個別銘柄で下げた銘柄としましては、半導体関連が軒並み下落、検査装置大手アドバンテスト6857も 5% を超す下落で前引けとなりました。昨日のアメリカ市場で半導体関連が下げたと、あるいは昨日の20日の引け後に決算発表を行いました台湾の半導体世界最大手 TSMC の業績見通しの下方修正なども影響して、外外投資家あるいは国内投資家などから幅広く売り注文が出ているという今日の前場の動きです。逆に上昇した銘柄としましては、精密モーター大手のニデック6594、こちらが商いを伴って大幅上昇、年初来高値を更新しています。ニデックは昨日の引け後に今3月期の第一四半期決算を発表して、純利益が過去最高に利益が過去最高だったということが素直に好感されました。以上、今日全日経の模様東証アローズからお伝えしました。